こんばんは。5月13日金曜日夜6時を参りました。レビードタイムです。パーソナリティのアイズンです。そして今日は、はい、アシスタント兼ゲストでこの方に来ていただいております。どうぞ。いえいえ、シャングリーのケイシーです。お久しぶりです。どうもお久しぶりです。結構早く振られましたね。もうちょっとなんかいろいろ雑談が混じってから、しないよ。あ、しないよ。わかりました。アシスタントですね、今日。そうそうそう。わ、はい、かりました。はい、かしこまりました。アシスタントとして。アシスタントケイシーです。よろしくお願いします。今日ね、姉さんは姉さんで、遠洋漁業だったんだけど、遠洋漁業だったんだけど、近海漁業になりまして、それはそれでやっぱりいないというね。俺が、だから俺のこと嫌いなんでしょう、ね、いやね、いや、そんな説あるよね、なんかね、はい、ひどいよね。9割くぶくりんいませんか、なんかね、ほんとにね、聞いてる、おい、赤いババア。はい、そして姉ちゃんも姉ちゃんで今日ちょっと来れないので、はい、はい、ということでね、いやー、ケイシ君、いいところにいたよ。ありがとうございます。もういいように使ってください、ね、もう、本当に。よろしく頼むよ。いいように使ってください、お願いします。はい、じゃあ、まあ、もう一方、ね、今日いるんですけども、はい、CM5 に、お呼びしましょうかね。そうですね。はい、じゃあケチ君、いつものお願いしましょうか。はい、じゃあもうおなじみになってきます。おなじみにしましょうか。はい、ヨゴセン沿いエネオス対話町サービスステーション近く、ミシュランガイドにも載っているメンハウス木漏れ日、桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜、本町一番町など市内4カ所でレッスン受付中。仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクールの提供でお送りします。解散も終わったよ。はい、っていうね。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで、ではね、はい、一旦 CM です。Remember sound, tencho, tencho. Hi. Great, 9.5 からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。Oh, 見ただけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませ。さあさあさあ、というわけでですね。はいはいはい。はい、じゃあもう早速ですけどもね。はい、今日はね、いろいろ多分長くなるんですよ。しかも身のない話で間違いなく長くなるんですよ。はい。はい、今週は。ということで、今週もよろしくお願いします。ロックオンミュージックスクール、改装も終わったよ。本庁教室、リニューアルオープンということで、コンタ先生です。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。身のない種しかないやつ。はい。やべ、俺種もないかもしれないみたいな。種なし。種なし。男なのに種なしですか。はい。もう何を言ってるんだね。尻尾なしみたいな。え、何の話ですか。小田先生と初めてって緊張するんですけど僕。え？初めてですよ。ラジオが一緒。嘘また。あ、ラジオ初めてだ、ね。ラジオは初めてです。本当だ。あれ本当？その絡んではいるんですけどね。ああ、うん、うん。あ、そうか。みんな変な風に取らないで、ね。ああ、そうか、意外と。意外と初めてです。ああ、なるほど。これはすごく意外だった。そう、現場でしか会ってないもんね。そうですね、現場でばっかりですね。おー、なるほど。はい。はい、新鮮でございます。ね、というわけでですね、今日はまあちょっと初めにちょろっと言っておくと、15日にケイシー君のイベントがあり。ああ、先に言っちゃいますか。はい、うん。で、18日にロックバーがあり、はい、はい、その辺の話をしなきゃいけないんです。うん、そうですね。はい、できるかなっていうね。はい、とりあえず言っとけば、言っとけば、一応、リスナーの皆様も、一応そういう体だってことはご理解いただけるじゃないですか。告知ですね。はい、完全に忘れても、今日付ぐらい言ったから。そうですね。うん、15日どこでやるの ?15 日、これが江東大公演なんですよ。江東大公演野外音楽堂でですね、仙台の小中イベント、
を支えているですね、クラブのですよね、クラブの焼酎イベントを支えているモサどもがですね、うん、日中に公園に集まりまして、うん、みんなで DJ をやってワイワイ騒ぎましょうということでございます。まあ子供も来るようなね、結構ポップなイベントになっておりますので、入場無料でございます。11時半から、夕方の6時までやっておりますので、うん、なんかデートのついでに買い物のついでに高等大公園に寄って、日に当たりながら、音楽を楽しんでいただければなと思っております。なるほど。ちなみに雨だと中止になります。あ、日曜日だね。日曜日です、うんうんうん、野外音楽堂の方、野外音楽堂の方ですね、うんうんうん、あそこね、高等大公園の市民広場とかヤオンとかなんか毎週なんかやってるよね。結構ね、結構やっぱり音楽好きが多いってことですかね。なんかね、ね、本当に大会なんかやってて、うん、いや、よく撮れたねつか、うん、あ、意外とさ、なんか最近緩くなったそうですよ、うんうん、あ、なんか昔はこうデシベルチェッカーみたいなのを持たされて、何メートル先で何デシベル以上にならないでくださいみたいな規制も外れたようで、うん、それはない。そうだ、はい、スケジュール的にさ結構埋まってたりするかなと。あ、うん、あ、そういうことですね、うんうん、早めに抑えないとね、うん、結構早めに決まってたみたいですね。詳細が出るのが遅かったですよ。おうおうおう、突然で申し訳ございませんでした。いえなるほどね。あれ何時ぐらいからやってんだっけそれ。11時半から行っております。お昼のですね、みんなでお酒を飲みながら、うん、楽しく音楽を聴ければなと思っております。夕方ぐらいまでですか。夕方6時までやっております。夕方になったら音を止めて素直に帰りましょうということで。なるほど、なるほど。しっかり、大人の遊び方をしましょうということで、クラブの時はね、みんなどちゃん騒ぎしてますが、お、はい、外ではしっかり節度を持った遊びをしましょう。なるほど、はい、そんな感じのコンセプトでございます。DJ、いろんな DJ の方が来る、やる感じ。そうですね、普段、シャングリラ、うちのシャングリラもそうですね、うん、シャフト、うん、マカナなど、そのクラブ時間帯ですね、夜10時以降にやっているモサどもが、レイブアップという名で、イベントをやりますでございます。はいはいはい、なるほど。なんか あんまりその辺はあんまりこれ専門じゃないからよく分からんけど、あのすごい夜夜中のイメージがあるからさ、お昼なんですよね、お昼に公園で夜中の音をやる。なるほど。お、うん、で出てる DJ 陣はね、まあ駆け出しの人間が多いので、一人、うん、結構出る人数が多いので一人一人紹介すると、時間が食ってしまうので端折りますが、いいよ大丈夫だよ。はい、うん、あの、まあそうそうたる面々が、楽しい音を奏でてくれると思うので、うん、ぜひぜひ遊びに来てもらえたらなと思ってここにべしゃりに来ました。おお、はい、ありがとう、ありがとう、いつもありがとうございます。少々でよくね、あの、あ、ね、あの姉さんも近海にね、はい、魚取りに行っちゃったものですね。姉さんはいいっすよ、もう俺のこと嫌いなんだよ、あの人。本当に本当に姉さんが言ったことって俺1回しかないっすよ。1回しかない、本当にね、なんかね、見事にちょうどね、ちょうどでも今日は比較的近くにはいるんだよ、あの物理的には。挨拶はしました。うん、うん、物理的に近くにいることだよ。いやー、はい、そうかそうか、そうか、遠いんだね、うん、いや遠くていいんじゃない、でも心が遠い。すごい悲しい言葉ですねそれ。距離は近いのに心が遠い。まあね、よくあることですよ。いや、うん、いいね、いいね。じゃあ、まあ、9月15日は琴台公園に、うん、行ってみるといいよというね。はい、入場無料でございます、うん、ぜひぜひ遊びに来てください、うん、天気どうなんだろうね。はい、お店とかは出ない。お店はね、あそこお店出そうとするとまた違うんだよね、なんかね、申請、ね、そう、申請が大変なので、お店は出さずにみんなで持ち寄ろうということです。なるほど。でも似顔絵屋さんが出ますね。似顔絵屋さんが出ますね。お刺身ちゃんっていうですね、似顔絵を描いてくれる、即興で似顔絵を描いてくれる子が、数百円で多分似顔絵を描いてくれるようなので、ぜひぜひ似顔絵描いてほしいみたいな、誰かにプレゼントしたいみたいな人は、プレゼントしたい人の写真を持ってこれを描いてくれって言うと多分面白おかしく描いてくれると思う。なるほど。じゃあ悪いことしたやつが現場にいたらもうそのまま大変です ねフォンデットって書きます。フォンデットフォンデット、やばいやばいやばい。ジュース泥棒と、いや、ジュース泥棒シャチーなー。はい、皆様ね、あのジュースは盗まないようにしてくださいね。はい、はい、あのすぐあの、ね、あのメンバーバレますからね。そうだね。覆面して盗まねえとな。ジュース覆面、そう、覆面、あの、そうだ、全然すっごいどうでもいいんですけど、覆面この間
本当どうでもいいんですけどね、ほらうちいろいろ段ボールとか袋とか、うん、まあ、いろんなものがよく届くわけですよ。でこの間あの袋が転がってまして、紙袋が、うん、でそういえばこれほら目の位置にさ穴開けてさ、はい、被る絵面があるじゃない、はいはいはい、あれなんかなちょろちょろ、ね、まあまあ、あんまり実生活では見ないけど、はい、うん、なんか見るけど、実際そういえば俺42、3年生きててやったことねえなと思って、何を思ったかふとやりたくなってですね、あの一人でやした の, あのそれはうちですから、うん、僕とですね、あとその袋をよこせこの野郎にゃーって言ってるあのエミリアタンぐらいしかいないので、あ、まあ一人と一匹しかいないんですけども、はい、はい、うん、穴開けて一人でかぶってみて、すっげえ見たい、それをやってるのこれ。いや、ね、俺もなんかね全部終わってね、ああなるほどこうなるんだと思って、うん、賢者タイムですか。すごい虚しくなりました。賢者タイムだ、うん、すげえ、いいか、はい、働きすぎていや俺なんで思ったんだろう、いや分かんないけど、でもなんか突然なんか紙袋を見たらですね、ああかぶりたくなった目を、そうなんですよ、やったことないなあれと思ったら、リアルにやったらどうなるんだろうっていうね。それさ、ちゃんとちっちゃい袋も用意して、はいはいエミリアのかぶらせる目のところを開けてあげて、ああ、ツーショット、ツーショット、なるほど。そのままさこう首つけてさ、うん、散歩に行く2人っつの、1人と1匹うわ、通報案件ですね、やばい案件、いやいや相当案件ですよ、うん、ちょっとしたホラーゲームですよね。いやだってその紙袋かぶった自分を鏡見るときに、そのなんか本当にそういうほらゲームとかでさ、バイオハザードとか、そう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 、怖い系のなんかそういうのあるじゃない、カムブルカブって、そう、はい、まさにそれだったのよやばいこれ殺されるこいつあかんやつやっていうのが鏡の中にいたんですよ、はい、いやーだからね、そうですよ皆さんね、いいんじゃない、もうハロウィン近いでしょ、あそうです、ね、確かにね、ぜひハロウィンの時は、うん、エミリアの分も作って、一緒に外を練り歩いてもらいたいな、殺人鬼と使いまで、ちょっと紙袋にピピッと赤いのペペペペッとちょっとね、帰り中つけるぐらいにすれば、そうそう、アイゼンさんのその体型で確かにやばいよね、ちょっと怖いっす、ね、そう本当にね、だからね、あ、いや、これ本当にやばいやつだと思って、皆さん空手鍛えてる方は紙袋かぶんない方がいいと思いますね本当にあれやばかったわ、いや写真撮ってないんですか、あれ撮ったような気もしないでもないな、あれいやわかんない、撮ったかな、撮ったかもわかんない、後で見てみるわ、出しましょう、それが何か今度の我々のライブのフライヤーの前面にドーンと出てきたりするわけ、あそうすればよかったああそうすれば、ああそうだ、これから毎週ちょいちょい挟んでいこうと思うので、もしもちょろっと挟みましょうか、来月18日にですね、ね、我々、はい、半年ぶりに仙台でコンタドルアイゼンをやりますというね、はい、ことでございます、久しぶりでござる、ね、いやございますよ、はい、いつも毎月ロックバーでカバーやってますけど、はい、ちゃんと本業の自分の曲をやるね、はい、はい、サボってたんですか、いやそういうわけではない、ちゃんととか言って、いやそんなことはない、そんなことはない、いやよく言われるけどそんなことはない、そんなことはない、そんなことはない、サボってはいないんだよね、サボってはないんですよね、多忙ですかね、はい、いやなんかね、そうでも紙袋にはなくてそうなっちゃうんだよなでも本当に忙しかったなって思う、忙しかったんだろうなって思うのが、久しぶりにここに、スクールに来てみたらもう、うん、なんか全然見栄えが変わっていて、うん、ああそう、改装ね、はい、来まして、ね、本庁教室、はい、改装してたんで、はい、はい、全然僕も来てなかったんですが、こんなになってると思って、でほのかに木の香りがするんです、山小屋、山小屋いやいいですよ本当にね、ぜひ皆さんね、ロックオン本庁教室ね、いらしてください、はい、いろいろ書き習えますよ遊びに来るだけでも結構でございます閉まってるかもしれないそう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 ね、はい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 、というわけで、はい、そんな紙袋、そんなんだっけ、そう紙袋はね、じゃ あれですよ、来月は10月のハロウィン会ロックバーで誰かが被ればいいんじゃないですか、そうだね、はい、まあ一人だろうね、真ん中にいる、え看板先生ですか
あれもやべえな。やばい、やばいですよ。いやー、やばい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 。かぶっちゃいけないタイプの人間だね。やばいやばいやばい。全員かぶるんじゃない。センターだけっていうのも怖いです、ね、ボーカル、ボーカルはもう被るのでいいんじゃない。いや、みんなあれみそこで何の紙袋を被るかっていうのにその人のセンスを問うじゃない。藤崎ですか。藤崎か。あ、そういう、なるちょっとお高いわよ。仙台といえば紙袋、ね、藤崎じゃないですか。藤崎と三越と藤崎と三越と明治屋を選んでもらえますか。あ、そうだね。はい、どんな紙袋が、ね、出てくるのかということでございますけど、それは来月のロックバーで、ちょっと日程は、20何日だったか定かじゃないんですけど、うん、はい、そう、ちょっとややこしいんですけど、今月の18日はロックバーです。そうだね、はい、来月の18日はドルです。そうです、はい、今月はだ水曜日ですね。水曜日18日、9月18日、来週の水曜日は、はい、ジャンクボックスへ、はい、ゴー、ここでございますよ。来月の18日は金曜日、金曜日、はい、マカナイ、ゴー、ゴーですよ、はい、ね、で今月の15日は江東大公園、はい、ゴー、ね、ありがとうございます、僕の分まで、はい、うん、紙袋用意しといた方がいい、ね、そうですね、どこのにする、万代かな、僕ら、万代か、万代か。アニメイトとかにしろで、あ、紙袋ねえか、ねえ、あれな、いや、あるかな、頑張れば出てくる、頑張ればくださいよっつって、なんかすげえ絵が描いてあるやつがあったりして、そのプレミアつきそうな紙袋、アニメイトのアーのところに目開けて、ちゃんとこうアニメイトマンみたいに、アニメイトマン、やばい、やばい、やばい、それやばい、はい、ね、まあそんなわけで、そうだから来週ですよ、今月は。うん、はい、目白押しですね、はい、しかもあの今月あの、ついにロックバー、丸3年やってきましてですね、はい、丸々3年、はい、3年になります、3年です、はい、あの4年目突入会ですよ、来、うん、はい、来今月はね、はい、ということであの、毎年やってます、あの、その年にロックバーでやった曲をまるっと収録した12枚組 CD が当たる抽選会があります。12曲入りではなく、違います、12枚組、そう、ボックスセット、マジすげえよ、すごい、ボックスセット、うん、もうもはやね、もはやもはやだよ、はい、よく収録しましたね、逆に、いやいやね、もうあの1人目、そう、初めの年、そのなんだ、2年目突入会の時ね、はい、1周年の時は、その時に思いついたんですけども、その時大変だったんですよ、だからあの、1年分まるっとか後から頑張ったから、はい、だからこれから毎月ちょっとずつちゃんとやろうと思って、あ、なるほど、はい、なんで油断して、あの今収録がね、今日ね、まだそのちょうど6番の1週間ぐらい前なんですけど、この段階でまだ僕は何も手をつけていないので夏休みの宿題現象ですねさあ大丈夫かな、いや大丈夫ですよ、もう言っちゃったからやるしかないんでね、はい、これ紙袋じゃなくてレジ袋になる、あーやばい、やばい、息ができないよいやいやね、本当ね、いやでもあの去年ね当たった方とかもね、なんか結構やっぱなんかもらえるとプレミア感があるみたいで、結構喜んでくださってね、12枚組ですよ、そう、そこそこ歴史のあるバンドよりも多いですよ、いやいや結構やってますからね、だからね、はい、そうですね、結構やってるね、それをね、そうだからあの毎月ね、あのロックバー遊びに来ててくれた方は、あ、この月はそうだ、確かにこの曲やってたな的なあの思い出にも浸れますし、あ、うん、好きだから、好きだから12枚、そうそうそう、あ、1ヶ月を1枚に入れて、素晴らしい、そうで、そのあのまんまその順でね、やったセットリストの順番で入れてるので、あの思い出に浸ったりとかですね、まああの6番来れなかった時とか、まあ単純にあのなんかこのコンピュレーションアルバム的な感じで、あのロックの名曲がダーッと入ってるので、すげえ、はい、それをね、はい、根気がありますねそうですよ、はい、全部ちゃんとあのマスタリングしましたから、私が、はい、大人の図画工作そうね、あのそうだから皆勤賞とかにね、あの初め上げてたんですけど、はい、まあ、なかなかやっぱあの毎回は難しい人も多いので、まあ万が一解禁がいたら多分あのプレゼントすると思うんですけども、まあ、あと抽選会をやりまして、意外といるかもしれない、そうだから今年どうだったかな、一応今年は多分ね3セットかな用意できるのがと思ってるので、でもまあないないと 3人解禁いないですよねいるかな、い
いや、いるかもしれないよ。3人解禁いたらやべえな。どうしよう。予備でね、もしかしたら4個目を作れるかもしれないという感じですね。はい、はいはい、まあ、何してもあの来週、はい、ね、はい、遊びに来ていただければね、はい、いろいろ今月もいい曲たくさん揃っておりますよ。何やるんだったっけかな、うん、何だっけ、ね、なんだっけな、なんだろう、 U2 ありますね、U2 エレベーションかな、 U2、うん、あったね、はい、あと今回はね、あのバンヘレンが、ね、2曲あるんですよ。はい、お今回、まあ、別に狙ったわけじゃないんですけど、デブリロス時代のとサミー・ヘイガー時代のが1曲ずつ、はい、時代を分けて、はい、うん、そうありまして、はい、あとはね、何やったっけな、なんかいろいろ、あ、そう、最近セッペリンとパープルがなんかよく入りますね、うん、今回もしっかりいます、はい、いますね、そう、パープルは今までやらなかったスピードキングをついに、何あるだろう、まあまあいろいろありますよ。はい、はいはい、ぜひ皆様ね、遊びに来てください。美味しい肉も食えますよ。そうだそうだ、はい、肉そう、この番組の、スポンサーもやってくださっております、木漏れ日さん提供の、はい、なかなかここでは食えない、というかこれ、木漏れ日本店ではラーメンに載ってますので、こういうサーブの仕方はもうロックバーでしか食えないです、ね、つまみとして食えるのはロックバー、はい、だけですよ、はい、美味しかったんですよ、つまみとして食った時、肉ね、あれうまい、ね、あれはうまいよ、そう、うまい、あれ食いに来るだけでいいと思う、いいと思う、いいと思う、はい、食ったら帰ってそうですね、はい、なんだ、あとそう、セッションがね、今回はホワイトスネークですね、イズディスワールド、はい、はい、まだもしかして、ドラムとかベースとかギターとかね、はい、あるので、ご応募いただければなと思いますよ、はい、はい、というわけで今回ちゃんと結構真面目にやってる、どうしちゃったんでしょうか、ね、真面目だぜ、はい、うん、この後大丈夫ですか、え、いや、わかんない、どうなんだろう、ちょっと一旦ぼちぼち終盤なので CM を、はい、挟んでおこうと思います、はい、一旦 CM です。Sumimasen さん、店長、店長。はーい。これ、9.5 からで頼んだんですけど、10からじゃないですか？え、そんなことないんですけど、ちょっと待ってください。あ、すいません。すぐ作り直します。おう、見てだけでわかるんですか？はい、それを知りたい方は、スープカレーさくらにお越しください。はい、いらっしゃいませー。はい、というわけでですね、いやー、なんか結構なんか珍しくちゃんとやったな。最近ほら台風とかね、いろいろ来ますから、我々こういうちゃんとなんか真面目にやるとまた呼んじゃう。自然災害気をつけてください ね、 ね、むしろ今日ここに来る前、昼間すごい雨だ、すごい車乗ってたんですけど、隣の車線からトラックが踏んづけてきた水がバケツのように降ってきまして、目の前が3秒間ぐらい見えなくなるという恐怖を味わいました。本当、ね、危ないですかね、はい、びっくりしましたよ。危ない、気をつけてください。あれだね、屋根つけようか、道路に。どおお、すべての道路に屋根をつける。日本国道すべてに開閉式の屋根をつけたらどうなるんだろうああ、それもう全体をでっかいドームで日本シェルター。ダメだろうな。いくらかかるんだろう。いくらかかるんですかね。一個国買えるんじゃないですか、ね、誰かさ、すんげえ暇な人さ、試算してくれればいいのにね。クラウドファンディングとかで集めてみますか。集まるか。いやー、はい、どうなるのでしょうか。ぜひ。はい、強い雨もありますが、強い雨にはぜひぜひ気をつけてください、はい、まあ、そんなわけで、はい、じゃあケイシー君、忘れないうちによろしく。はい。
それでは、はい、4号線沿いエネオス対話町サービスステーション近く、ミシュランガイドにも載っているメンハウス木漏れ日、桜ヶ丘ロータリー沿いスープカレー桜、本町一番町など市内4カ所でレッスン受付レッスン受付中。仙台の音楽教室ならロックオンミュージックスクールの提供でお送りいたしました。噛んじゃった。はい、いや OK、うん、いいと思うよ、うん、いいと思うよ。レッスン中、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 はい恥ずかしいね、はい、というわけでね、今日もその回想終わりましてリニューアルしました、ロックオンからお届けいたしました。はいはい、はい、ね、今日はね、はい、ケイシュ君、はい、近田先生来ていただいております。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、15日は、高等大公演、はい、日曜日ね、はい、水曜日18日は、ジャンクボックスで、はい、来てくださいませ。よろしくお願いします、ね、はい、来月18日はまかないとさ、お待ちしております、はい、しております。はい、というわけでね、いや意外と真面目にやったな、珍しいです ね、今日はぐっすり眠れそうだぜ。そうなんですよ。どうしよう、目覚めるかな。相変わらず姉さんはいないですけどね。いないですけどね。どこに行ったんだろうな、全くもう。船釣りだね、はい、船。ああ、船。船か。近海どころか。ああ、もう、川だね。川ですね。待って、今度さ、車でウィンドウ気をつけて。あ、やばい。軽くから。船が落ちてくる空から。船って食えるんでしたっけ。いや、食べればちゃんと、ちゃんとね、もうちょっとなんか美味しそうな魚が良かったな。はい、というわけでございました。はい、ではね、そんな感じで、来週はどうなるのかまた、聞いていただけたらなと思います。それでは皆様、良い週末をお過ごしください。また来週、バイバイ。